お願いします。あー涼しい、生き返る。木の芽水、これロックス。ありがとうございます。いただきチャンネルがいもんです。ということで本日は三重県にございますキング観光サウザンド生駒店さんにお邪魔させていただいております。ということで、並びもね250名ほどいらっしゃったかなという感じなんですが、私はちょうど真ん中ぐらいです。1ニッパー、はい、128枚引きまして、まあ、ちょっと今日からくり打ちたかったんですよ。なんですけどからくりがもう埋まってて、でまあブーブーの方見行ったらブーブー湧いてたんで確保させていただきました。で最近もね相変わらず私日が弱くてですね、本日が7月の15日になるんですけれども、すでに28万ほどやられております。はい、ということで100万負けて20万負けて今28万負けてるっていうね素晴らしい3ヶ月なんですけども、まあそろそろこうなってくるはずなんで、右肩に上がってくるはずなんで今日こそやりましょう。ということで本日も一日よろしくお願いします。参る。ちょぶっちゃけ今日はカラクリ狙いだったんですけどね。普通にブブブがいてましたね。やっぱカラクリ結構動いてますよね。めちゃめちゃ簡単な台ではないんだけど、皆さんあれですね、勇気ありますね。やっぱミミズが一応ね今のところは確認されてないんでっていうのもあるんだと思いますね。でこの台多分2日連続でミミズなんですよね。まさか3日連続ってことはねえだろう。まあ一応ね4、5、6でっていう画面とかは出せているんでね、設定が入ってることは多分お伝えできてると思うんですけど、玉がついてくれるんだマジで。コンプリートの夢をねやっぱり追い続けてますから、いただきチャンネルは。まあこんだけ打ってればいつかコンプリートできると思うけど、年内に出したいっすね、俺かサスケどっちかが。あ、2枚目です。雷蔵ね、330雷蔵、13000ね。おっと、おお共通、うますぎる。よし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 、めちゃめちゃいいね。この島マジで決戦誰も引いてない。いやこれでもう勝負決めちゃいたいな今日の。俺今日2台コンプリートさせるわ。そしたらはい、わたで、くっ惜しい。はい、一回ピノ出てきます。すいません、俺がつまずいちゃったせいで。はい、483ゲームですね。2番ジャスト足りるかな、怪しいけど。アキラちゃんは刺さなあかんで。あ、足りないわこれ。2万1000円ですね。はい、3枚目。V ばっかりはやだな。はい、いやだってまだベル引いてねえし。あぶねえ、よかった。はい、革命。オッケー。いやマジで周りも含めて圧倒的な革命率。続いて、ああチャンス目は、チャンス目は、あ、終わらない。お、おっと、来た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 、しかも先いけるだろう。さすがにいいぞ。まだ2万1000円ですからね。あ、朝飯前朝飯確かに食ってなかったわ。さあこっからなのよ、俺こっからが下手くそすぎるから。島で最初のスーパーは私がいただきましょう。そしてドライブを飛ばしまくってみんなに勇気と希望を与えないと。まあね、多分6なんだろうね本当に。多分6だわ、6ミミズだ。オッケー、大事大事。マジで1ゲーム目に刺さるとね本当に心が休まる。
アクション。いやー全然楽勝じゃねえ。もう継続、いつものいつもの通りで、はい、455ですね。ほとんど上乗せできなかったけど、ゲーム数は。いっちゃおういっちゃおう、サクサク、ほい、はい、お願いします。頑張れ。あーキラッポーターン、ナイス。15番役でさせるなんて、さすがアキラさん。はい、あーついに決戦を。右を引くだけでしょ、ほら。逃げは早い。ここピンポイントで刺さなきゃいけないっていうのはすごいよね。引っ張るな、これ危ないわ。危ねえ。せー、あ、リーチです。あ、リーチです。いただきます。よし、簡単なんですよ。簡単なんですよね。いやマジですげえ。簡単に、こんなに簡単にいくと思わなかった。マジで言ってんの。はいはい、なーして、いやマジでむずいこの台。いつもこうなってるから負けんだよね。400サク、394ゲームね、27,000円。滑れ、あらちょっと待て、だいぶ臭くない？全部400ゾーンなのよ、めちゃめちゃ臭いのよ。決戦？まあ1回じゃ俺は判断はしないタイプだけど、怪しいは怪しいね。ピューマとか雷蔵の謎よりは俺の中ではマシなんだけどね。さっきってなんかやっぱスイカが当たりにくいから謎当たりの確率は高いと思うんですよ。まあこうとりあえず成功しよう。うまいんで、うまいんで。引っ張るね。よし、しゃぶねー、これ超えたらでかいな。超えた、いけちゃういけちゃういけちゃう。これいけちゃうわ。ここでスーパーぶち込んで全てを否定する爆伸びしてくれれば解決です。惜しい、よし、うまいんすよ。うまいんすよね、こっからが下手すぎるだけで。いやどうしたい、こわっだっだっ。お願いします。めちゃめちゃ臭いっす。
めちゃめちゃ臭いっすね。まあここまではまだモードが高いだけって言えるからね。怪しい。まあでもリップか。怪しいけどね、だいぶ。このミミズの全てを否定するには自力で頑張って革命分岐かなんか刺してで追撃して500ぐらい乗せて有力感切るしかない。全てを覆してくれ。いやーやばい、意外とやばいやつだよこれ。いやマジでなんで引かないの。やばい、やい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 や終わる、これやばいわ、意味わからん。嘘だろ。あぶねえ、あぶねえ、あの5連か6連のやばかったわ。迷惑でいい。いやー間違いないね。これはさすがにミミズですわ。まあ正直ブブブ多分相当配分高いと思います。まあぶっちゃけ出てないんで妄想かもしれないですけど、少なくとも2台はミミズっぽい状況で、まあ、後ろの台スーパー入って今飛び始めてる感じなんで、ドライブがあれ多分普通に設定あってもおかしくないですね。ワンチャン本当に全員あってもおかしくないぐらいの立ち上がりではあるけど、残念ながら俺が座った台がミミズっぽく見えてしまったので、まあ実際にミミズかどうかはね、神のみぞ知るところではございますが、でこの台1100で当たって今500ぐらい回ってるんですよ。まあ、ある意味天井もね1000ぐらいでいけるってことを考えると、まあ良さげっすよね。ヤンコなんて天井行くような台なんで、確定薬引くか天井引くか、それでなんとかしましょう。トントンです。トントンですね。はい、600枚使って600枚出ました。今これ400超えたところで500ゾーンにかけます。で多分スイカ終わってあれですね、やめた感じですかね。500ゾーン取ってますね。はい、ミッション、着地、いけー。2ゲーム連続履歴内なんで確定ですね。はい、天才でした。レインボー、俺これ初めてだな、レインボーやり。はい、風がすごい。534ゲーム、まだ250枚ですね。 OK、まさかの500ゾーンからですね。ということはやっぱ設定もちょっとワンチャン期待できちゃうよ、このミミズグラフ。さあ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 、サクッといっちゃいましょう。サクッと、ゴブリン退治だ。デフォルトが過ぎるぜ。ダメか、最低保障っすね。
たまには30分を指す。あほら惜しいね。はい、初戦30パーでした。3人か、悪くはないです。お、取ってる。三脚ゾーン取ってますね。いや、いやいや、あるか。オッケー。あれ、あ、いつの間に引いてたそんなバカな、何も引いてないつもりだったわ。早く、よいしょ、やりましたお上手っすね。ゲリ持ちメダル、19枚だけ残りました。ゴブリン退治やな完全にゴブリン退治やな。ああ、最低保証って 10% だった場合 30% になる。ああ、そっか、 30% だもんね。うんですよね。無理ですね。無理ですね。追加投資します。4枚目。さすが。追加さん、バトル来い。いや、履歴で行こう。契約引けば勝ち。お、取ったうますぎる。366ゲーム、3万8000ですね。全然いける。そろそろ伸ばさないといけないな。 62% でいいんだけどな。いただけないですかね、新刊さん。おっと、どっち。これはうまい。ゴブリン退治だ。ゴブリン退治なんですよ。わーい、自力で 30% いったぜ。あー、いや、約サブ1じゃないですか。3回目じゃないですか。そろそろ行けないと困るんですよ。喋ったね。気をつけてください、リプレイ。あー、気をつけてください、リプレイなのよあー、なんだ 30% って絶対嘘だよ。マジで絶対嘘。なんか分からんすけど刑事です
とりあえず200枚回収してきました。初打ちなんで何もちょっと分かんないですけど、348分の1って書いてあります。あ、途中に 55% で 80% 継続。ちなみに今850回転当たってないんで。なるほど、とりあえず金はなくなりました。あ、もう5枚目ですか。5枚目ですわ。やってらんねえ。5枚目、これで今月も30万負け。まだ半分やで。あ、なんかドクドクいってる。あ、じゃあ先読んだチャンス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 、初めてのチャンス。宣言チャレンジって何。音量ね、マックスなんですよ。これマックスなんですよ。頑張れ、初めての先読み。楽しいところを俺に。なんか弱そうだけど、連打？どう。ああ、先が金なんだね。頑張れ。赤を越えてく。赤だね。絶対に金まで行かなきゃダメだったところでしょ今の。なんか押しそう。若タイトルで青保留。いや、さすがになんかこれで終わるわけないよね。いや、いくらなんでも。見える。いや、こんなんじゃ終わんないって絶対。おおおお、初めて2段階いったよ。そのままスッて当たる。スッて1っつって。おお、当たった。1っつって当たった。やった。1006回転っす。1006回転。いくらよこれ。5万入れたっけ。 48.5、 48,500円。やった、当たった。やった。これ、55% を取らないといけないね。はい。で、1500ってのが多分デフォルトで、そっから、まあ、昇格するかどうか的な感じだね。ごめん、ボーナスの方行っちゃったから。いや、マジでお願い、マジでお願い、マジでお願い。あるって、まだ間に合う、まだ間に合う。刀が刺されば、ラッシュ。刀が刺さ、どこに？刀が？刺されば刺さらない。最後の最後の最後にね、最後の最後に刀が刺さらない。あ、もう一回来る、もう一回来る、多分来る。ほら、最後頑張ろう。あ、なんかオーバーリーションした。左打ち。はい、では店内状況を見ていきたいと思います。小森さん、どうなんですか。3箱に見えるけど、なんかこの辺出玉感はありますけどね。2500枚ぐらい出てる。いや、とりあえず今日のスマスロのランキングはこれなんですけど、あ、バブブブの6700枚、ゴブリンが6400枚で、北斗ブブブ。まあまあ時間早いんでね、こんなもんかもしれないですけど、まあ、体感バルブレイブ相当良さそうだったんで、なんかサブ1ぐらいは上っぽい感じの初当たり確率には見えますね、北斗の剣は。まあ台数40台あるんでね。このリムシャネ3000枚ぐらい出ますね。2600枚で、これが隣が2200枚と。これモンハンのアイスボーンですね。3500枚。ああ、すいません、ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ上っぽい。バイオもなんか良さそうな台がちらほら。別積みもね、この台別積みしてますよ。4000枚出てる。タバネリから2400枚が並んでますね、こことここと。あれでもこっち側も良さそうだけどな、裏側も。あっち隣が2500ですね。2500、3100で2000出てて3000。あ、やっぱなんか
出玉感はありそうですけど、でここもだって3900枚と3500枚グラフもめちゃめちゃいいね、両方ともね。おう、いいいいいい。稼働代はちょっとそこまででもないけど、隣が3100枚出てて、でその隣が今2000枚で1回もマイナス益いってないんですよね。でその隣が今3300枚だ。でこの台も5200枚出てるよ。延々全休じゃない、もしかしてこれ。お疲れ様でございました。ということで、本日は三重県にございますキング観光サウザンド行和店さんにお邪魔させていただきまして、まいった、何もできなかったですね。バルブレイブ、ミミズ、ニャンコ、単発ちょっと設定には期待できそうなゴブリンだったとは思いますが、あの台むずいんすよ。まず30パーしか入んねえからまあそれをね3回やりましたけど、1回も継続することできずと、最後花のケージ、55パー取れず行く台行く台全部で当てたんですけど、まあ全てが何も身にならずと、トータルで 48,500 円ですね。行きまして回収が1497発、はい、しっかり負けましたね今回も、はい、まあこれはでもしょうがないですね。まあ正直ブブブも見た目上出てなかった正直な話なんですけど、少なくとも4台ぐらいがミミズっぽいです。個人的な感想ですけれども、ミミズに行く台は上の台が多いと思っているんで、あのミミズ率は正直相当配分高くないとなんないです。本当にベタピン営業とかだったら多分ミミズゼロとかになるんで、まあ相当配分高かったがゆえのミミズラッシュですあとは今日はパチンコめちゃめちゃ強かったです。エヴァリゼロあたりはもう朝からずっと問題で、後ろブワーって箱積んであって、で中央道路もブワーって玉積んである状況で、お店は良かったんですけど、僕は朝一のムーブで、ミミズを引き当て、その後なんとか取り返そうといろいろ動いてみたんですけど、当たれども当たれども単発と、いつも通りの買い物だったかなと思いますけど、いただきチャンネルのスケジュールこんな感じで載せていただきますので、ぜひ近くのお店来たら今日みたいにねいい感じの台あると思いますんで、遊びに来ていただければ幸いでございます。また負けちった。次頑張りましょう。お疲れでした。